どうも、困った時は手のひら返し、カンテラフットボールの森 P です。今回紹介するのは老害ランキングトップ5。選手としてのキャリアを終えた後は監督に挑戦したり、育成に携わったり、自身の培った経験をサッカー界の発展に役立てる OB が多い中、現役選手に対して謎の上から目線で苦言を呈す老害と呼ばれる必要悪がいます。彼らをかきたてるのはサッカーへの純粋な愛、強烈な自己顕示欲、終わってる性格。今回はサッカー界にはびこる老害たちをランキング形式で紹介していきます。第5位、自己顕示欲の老害、釜本邦茂。1968年のメキシコオリンピックでは7得点を挙げ、日本代表の銅メダル獲得に大きく貢献した不正室のストライカーですが、日本代表がメダル獲得を逃すたびに自分たちの功績を振りかざして自己顕示欲を満たすメキシコ銅メダルマウントおじいちゃん。そして2012年に行われたロンドンオリンピックでは優勝候補のスペインを撃破し、ベスト4という成績を残したアンダー23日本代表でしたが、3位決定戦で敗れて惜しくもメダルを逃してしまいました。すると銅メダルおじいちゃんはこのマウントチャンスを逃すまいと、メダルを取ったのだからメキシコ組はロンドン組より上です、今の日本代表の綺麗なサッカーでは勝てないと誰も得しない老害発言で顰蹙を買いました。さらに東京オリンピックでも3位決定戦でメキシコに1対3で完敗し、またしてもメダル獲得に失敗した際にはフォワードについては結局釜本を超えるやつがいないということだと、好きあらば日本の敗戦を自分と結びつけて自らの凄さをアピール。 TikTok でも与えた日にはよだれを垂らして動画投稿に勤しみそうな自己顕示欲の塊として老害ムーブを繰り返しました。そして今の時代は俺たちの時代と比べて最近の若いものはと、自分の時代と比較して若いものを腐す老害の基礎もしっかりしており、カタールワールドカップに向けてターンオーバーを試す代表に対しては、代表には柱になる選手がいるはずだ、枝葉は変えても柱を変えてはいけない、私が現役の頃は中1日で試合をしたものだ、先発メンバーは私と杉山、森といつも決まっていたと、昔の試合とは強度が違いすぎることなど頭から葬り去り、ボロボロに古びた物差しでしか測れない老害のお手本のようなコメントを残しました。さらに点を取るポジションの人は余計なことをせんでええと、フォワードが守備をすることに未だに否定的な意見を持つなど、とにかく価値観をアップデートせずに的外れな批判を繰り返す、どの世界にも明日から通用する汎用性の高い老害。パリオリンピックでは何としてもメダルを取って一刻も早く成仏させてあげてください。第4位、流浪の老害、中田英寿。アトランタオリンピックやドイツワールドカップなど、何よりもチームが一丸となることが大事な舞台において反乱分子として輪を乱しまくり、今後の老害界を支える逸材として期待されていた中田ですが、引退後はサッカー界から距離を置き独自のキャリアを築いてきました。しかしダゾーンの企画でローマ時代にチームメイトだったトッティと対談すると、現代サッカー界への不満をぶちまけます。現役時代は希代のファンタジスタとして知られたトッティが、今はフィジカル重視だから俺らの頃と比べれば難しくなっている、今はもうテクニックじゃなくてフィジカルなんだ、サッカーと走ることは別物だと、フィジカルが物を言う現代サッカーについて苦言を呈すと、それに同調した中田は、そうだね、そこが問題なのに分かっていない人が多い、ファンタジーのあるプレーはもう見られない、だから俺はもうサッカーは一切見ないと語るなど、昔は良かったと解雇して今を腐すクラシックタイプの老害発言を残しました。さらに市場がどんどん拡大するサッカー界の現状について、サッカービジネスはますます盛況で高額報酬でサウジアラビアに行く選手もいる、これではもはやスポーツではない、今その金がサッカーをダメにしていると語りましたが、サッカーはビジネスでやっていると断言していた人間が、サッカーには綺麗であってほしいと求める様は、アイドルに処女性を求める豚野郎。言い過ぎました。サッカー界に自身の経験を還元することはなく、愛のない草しを放つ老害ムーブは残念でしたが、サッカーは一切見ないということなので、今後はサッカー界に関わることはないでしょう。続いて第3位、無垢の老害トゥーリオ。
サッカー老害大国ブラジルの血を引き、ドストレートに思ったことを口走るスタイルで、これからの老害界を引っ張っていく期待の若手老害。そんなトゥーリオはカタールワールドカップに臨む日本代表26選手が発表されると、フォワードで選出された浅野、前田、上田について、この人たち点取れるわけないでしょう。3人をミキサーに入れて1人だけの選手を作っても、それも作れないくらい3人ともヘボと言葉を選ぶことなく感情のままこき下ろし、日本がこのグループを突破したら俺パンツ一丁で走り回りますよと誰も得しない公約を発表しました。そしてカタールワールドカップ初戦のドイツ戦では、浅野の劇的な勝ち越し弾により日本が勝利を収めると、トゥーリオは自身の YouTube チャンネルを更新し、お詫びいたします、前田ヘボ、上田ヘボ、浅野ヘボじゃない、謝罪します、取り消しです、浅野ヘボじゃなくなりました、あの大舞台で点を取ってくれたんです、ありがとうございますと気持ちいいぐらいの手のひら返しで浅野を称賛しましたが、前田と上田に関しては相変わらず、他の2人はヘボです、ヘボヘボと腐したように、何か信念があるわけではなく、その時のパッションが赴くままに言葉を発する無垢の老害であることが判明しました。さらにトゥーリオの予想に反して、日本がドイツスペインを差し置いてグループリーグを1位で通過すると、公約通りにトゥーリオは赤パン一丁で砂浜を激走、そして感動をくれた日本代表に感謝を述べるなど、根底に愛がある老害として日本代表に激を飛ばしています。ただアジアカップのグループリーグでイラクに敗れると、浅野、上田、前田を再びトリプルヘボと酷評、さらにフリーキックを蹴った堂安について、俺ですらあのキック蹴れるよ、しかも左足で、フリーキックというのは才能がないとダメ、才能がない人間はボールに近寄るなと相変わらず言いたい放題やっており、次世代を担うニュージェネレーション老害として大暴れしております。続いて第2位、ただの老害上昇時、ベンゼマに対してあんまり上手くないけどなんかゴールを決めると規定列な評価を下した独自のサッカー眼を持つ上昇寺、ワードセンスもなければ愛も感じない、ほぼ嫌なやつに近い救いようのない老害スタイルを確立しており、老害の基礎をおろそかにして才能だけで老害をしているもったいない側面もあります。そして2021年6月の雑誌の対談で、東京オリンピックを戦う選手について問われた際には、三笘選手もうまいですよ、うまいけど俺は J リーグアジアレベルまでで世界で通用するポテンシャルはないのかなと思っていますと三笘を酷評したように、冷水をかけるのもかけられることも得意なことが分かりました。さらにカタールワールドカップのドイツ戦を自身の YouTube で生配信すると、ジョーの嫌なところを凝縮したとんでもない放送事故を起こします。放送が始まると大一番の前とは思えない大御所気取りのローテーションでジョーが登場、その張り詰めた空気を変えるためにプロデューサーが、やる気ねえなと必死にツッコミを入れるも、ジョーは黙って人睨み、そして試合開始後もプロデューサーに対して小気味よいテンポでモラハラを繰り返していくと、堂安のゴールで同点に追いついた歓喜の場面では、大喜びするプロデューサーの隣でなぜか仏頂面、その後も何が気に食わないのか終始ふてくされた態度で地獄の空気を作り出すと、日本中が沸いた浅野の逆転弾の瞬間も、喜ぶスタッフとプロデューサーの隣で仏頂面、そして日本の勝利の瞬間も腕組みのままノーリアクションで、もうドイツの勝利に全財産をかけていたのか、実はジョーがドイツ人だったとしか説明のつかない地獄のような空気に包まれました。さらに放送の最後にユニフォームのプレゼント企画の当選者を決める際も、適当に決めるよ、あーはいこの人と視聴者に対してもありえない態度を取りました。そして当然この態度に批判が噴出すると、後日この生配信について弁明したジョーは、体調不良だったと説明しており、おそらく空港で水をかけられたことによる風邪がまだ治っていないのかもしれません。正直ジョーに関しては老害というよりはただの嫌なやつの可能性があり、嫌なやつがたまたま老害行為を行っているのか、老害が嫌なことをしているのか、現在しかるべき機関に調査を依頼している段階なので、結果次第ではこのランキングからも除名させていただきます。晴れある第1位、始祖の老害セルジオエチゴ。セルジオを倒せば全ての老害が消えてなくなると言われている老害のコアであるセルジオエチゴ、数えきれないほどの老害発言を残しており、日本が大勝した後などの難しい体勢からも強引に老害に持ち込むテクニックと力強さを兼ね備えた芸術にも似た老害力で老害界を長年にわたり支えてきました。
しかしそのわびさびが現役選手には伝わらないらしく、圭介本田からは内容がない、具体性がないですねとバッサリ切り捨てられましたが、そもそも老害発言に内容なんてあるはずもなく、老害に対してのマジ注意はご法度であり禁止カード、さらにたかし愛してるでおなじみの乾からもあらゆる媒体で反撃を食らうなど、老害のあるべき姿を若手老害たちに示し続けました。しかし百戦錬磨の老害らしからぬ一線を超えた発言により、シャレにならない事態に追い込まれてしまいます。自身の YouTube チャンネルで横浜 FC 所属のカズのパフォーマンスに苦言を呈すと、それだけにとどまらず、カズがいろいろ CM に出る、それでチームにお金が落ちる、それが財源になって戦力アップする、彼がいなくなったら横浜 FC は大変なことになると思うと、お金に関わるデリケートな話題に首を突っ込んでしまいました。するとこれにガチ切れした横浜 FC はクラブの公式ホームページで、当クラブは三浦選手が CM に出演することにより収入が得られるような契約は一切しておらず、 YouTube におけるセルジオ越後氏の発言は事実とは異なり、三浦選手の CM 出演などにより収入を得たことはなく、当然その収入より戦力をアップさせた事実もありませんとの声明を出すと、さすがにヤバい匂いを嗅ぎ取ったのか、セルジーはすぐさま謝罪動画を投稿。情にはない負け顔もさらせる可愛げがあり、改めて攻守両面で隙のない完成度の高い老害であることを知らしめ、現在老害界のレジェンドとして君臨していますが、いつか引退してしまう日が来るでしょう。正直いなくて困ることはありませんが、その汚れた日を絶やさないようにセルジーを超える新たな老害が出てきてくれることを期待しています。というわけでいかがだったでしょうか。老害ランキングトップ5という動画だったんですけども、いや、まあ、ジョー庄司に関しては、まあ、あれを老害とするのか嫌なやつとするのか、まあ、様々な意見はあると思います。まあ、あれをね、まあ、ちょっと老害にしちゃうと、もう真面目にやってる老害の人たちに申し訳ないなっていう気持ちもありますし、まあ、失礼だなと思います。真面目に老害してる人たちに対してね。なので今ね、ちょっとちゃんとした期間にあれが老害なのかどうなのか調査をちょっとお願いしてるんでね、その結果によってはちょっと上昇時、この老害ランキングトップ5から除名させていただきます。ジョーの老害ファンの方、本当にすいません。これだけは、ちょっと僕も譲れないので、そこのとこだけよろしくお願いします。あと、僕も、周りに、老害いたかなーってさっき考えてたんですけど、いました。僕の周りにも、老害いましたね。あれはね、中学校1年生の、この時期の話なんですけど、中学1年生から、英語の授業が始まるってことで、で、その英語の授業を担当してくれた先生が、見た目がね、男の先生なんですけど、まず髪型がパンチパーマ。で、色がね、もう真っ黒。で、体ずんぐりむっくりで、髭もじゃもじゃっていうね、まあ一言で言うと、反社。まあ反社の認めしてなんですけど、なんだろう。反社の梅宮達夫みたいな見た目してたんですね。で、中学1年生のその一番最初の中間試験に向けて、A から Z までずーっと勉強していくんですけど、その先生、全然授業はせずに、ずーっと自分の自慢話ばっかりしてたんですね。で、その自慢話っていうのが、なんか俺は、バイクでシルクロードを横断したことがあると。ただ、この前新聞に、俺の話を丸パクリしたやつが、記事になってたと。で、その切り抜きを持ってきて、これを見ろと。この話は、俺の話の丸パクリだとか言うてて。で、他にも、俺は、日本で7人しか持っていない、英語の資格を持ってるとか、すごいずーっと自慢話をしてて、全く授業が進まなかったんですね。で、そしたら、とある日に、その先生が、学校に来なくなっちゃって、で、ようよく聞いてみたら、その先生が、学校を休んでいるのにもかかわらず、パチンコ売ってるのを保護者に見られて、謹慎処分になってるって聞きまして。で、それが中間試験の直前ぐらいやったんですけど、他の先生が代わりに来てみたら、僕ら、Z まで終わらせとかなきゃいけない範囲を、僕らのクラス、F までしか終わってませんでした。そっからもう巻きで進めて、なんとか事なきを得たんですけど、後々、その反社の先生、野球部の顧問してたんですけど、その野球部員を階段から突き落としてクビになってました。はい。なので僕は、その先生のことを
反社の老害と呼んでおります。皆さんも周りに老害がいたらコメント欄にて教えてくださいというわけで、ここまで見ていただいてありがとうございました。このチャンネルでは皆さんに楽しんでもらえるために動画を更新しておりますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いしますというわけで、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。怖かったな。